内指の練習をする以前に、勘どころを正確にしっかりと押さえられるようにしましょう。人差し指の勘どころを固定していないと、中指や薬指の勘どころを打ってもしっかりと音が出ません。また、指の力が弱くても音がしないので注意が必要です。内指のテクニックを獲得できれば、三味線の表現の幅が大きく広がります。内指。内指の練習をする以前に、勘どころを正確にしっかりと押さえられるようにしましょう。人差し指の勘どころを固定していないと、中指や薬指の勘どころを打ってもしっかりと音が出ません。また、指の力が弱くても音がしないので注意が必要です。内指のテクニックを獲得できれば、三味線の表現の幅が大きく広がります。内指。内指。内指。